96式中迫撃砲は、大日本帝国陸軍の迫撃砲である。実際の正式制定は1939年4月であった。94式系迫撃砲と同様に、中体座機を持つ。ストークブラン式迫撃砲の拡大型であるものの、後継増大のために中体座機を装備して、発射反動を低減させる方針を取ったことにより、構造は複雑化し、 取り扱いに不便な大重量となってしまった。なお本法が中迫撃砲と呼ばれるのは、後術のようにその開発経緯によるものであり、実質は各国の重迫撃砲に相当するものである。1930年頃陸軍科学研究所では、毒ガス弾の投射機として、合計10センチメートルと15センチメートルのものを研究していた。同時期、陸軍技術本部でも、 合計1 5トルの90式形迫撃砲を開発していたため、1932年4月、両所の担当者が合同会議を開催し、改めて技術本部において、計、中、10の核迫撃砲を研究することとされた。このうち形は94式形迫撃砲10は96式銃迫撃砲として完成した。中については、 合計 150mm とされ、94、式系迫撃砲に準ずる構造を採用して1934年4月から、設計姿勢に入った。1935年4月大阪交渉に、姿勢発注、同年11月姿勢法が完成して、各種試験を実施後、翌年4月陸軍や戦法兵学校に、実用試験を委託し、実用に適するという判決を受けた。 この折には、陸軍ならしの学校も立ち会い、ガス弾当射機としての協定の成果を確認した。さらに実用上の若干の改修を行ったものを1936年11月、昭和11年度冬季北満試験に教師した。1938年7月仮正式上進し、1939年4月に96式中迫撃法として制定された。 方向装填式で有力弾を発射する格好法である。構造容量は94式系迫撃砲と同一だが追発式、撃発式併用とされた。方向装填式の迫撃砲の場合、撃発使用時に二重装填の危険性があり、実際21年式局射不評法などで事故の報告も上がっていた。方向から砲弾を滑り落として発射する。 追発の場合はこの問題を解決できるため、94式軽迫撃砲では追発を採用したが、本法の場合仮に二重装填をしてしまっても、方向から砲弾の頭部が露出するため発見が容易であり、事故を防止できるとの検知から撃発も併用することとなった。本法の特徴である、方針後座式の中体福崎は、中退器が水圧式、また座器がバネ式で、 基準五座長は2 7 0ト、mm、ル最大で3 0 0、mm、トルであった。高低小順具はし式と呼ばれる、内側と外側の支柱が同時に上下する構造であり、囲九97式中迫撃砲等でも使用された。大口径のため本砲の中体福咲機は重く、複雑なものとなり、砲列放射重量は7 2 2ラムとなった。確かに、 大威力ではあるもののストークブラン式迫撃砲の最大の特徴である軽便さからはほど遠い兵器となってしまった。このため後継砲である九十七式中、迫撃砲では中体複座器を省略、発射反動については大型の副湯化板を併用することで解決を図ったが、副湯化板を含めると操縦量は優位な変化がなく、最終的には威力低下を忍んで、 合計 120mm の2式 12cm 迫撃砲が開発されることになる。正式はされたものの、大阪陸軍造兵将第一製造所で昭和12年に3本製造された後はしばらく生産されなかった。ガス弾発射機としては94式系迫撃砲を全面的に使用することとなった。このため本砲用のガス弾は製造されていない。一説には、 約90門が生産されたとも言われるが、大阪造兵省第一製造所の調査によると1942年10月現在までの生産数はわずか17門であった。どちらにしても、この時点ですでに97式中迫撃砲が生産に入っており、さらに2式 12cm 迫撃砲も開発中であったため、本砲の製造数がごくわずかだったことには変わりがない。 ありがとうございます。